んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマはのろまを直すです。あなたは仕事が早い方ですか？マイペースだねって言われることはないですか？もっと早く仕事をやってくださいと言われて反発したりしていませんか？そんなことをしたらミスが出るじゃない、何言ってるのよと腹を立てていませんか？それは間違いですね。上司がもっと早くと言うならば本当はその通りにできるはずなんです。でもそうしたくないからミスが出ると言って反発しているんですね。これは一体どういう心理なんでしょうか？これはもともとお母さんに言われたことをやるのが嫌で、お母さんがやるべきなのになんで私がやるのと怒りながらやった幼児期の体験に起因しています。例えば子供の頃、片付けをしなさいと言われると、さっきまで元気に遊んでいたのに急に動きがスローになって顔も膨れっ面、お母さんがイライラすると復讐できるんです。でも大人になってからもこの癖があると結局は能力が高くならず平社員のままですよね。で給料も上がりませんから損なんです。これを損だと認識して早く直しましょう。ノロマは個性ではありませんよ。直すべき脳の癖です。ではいつものように目を閉じて自分を6歳の子供だと思ってください。これもできれば3歳くらいの自分をイメージできればさらに効果がありますよ。そこへ大人の自分がやってきます。そして話しかけます。では目を閉じてください。始めましょう。あなたはノロマだよね。何をやるにもゆっくりで人とペースが合わせられないね。何かを用意するのも遅いし仕事を片付けるのも遅い。そして人にせかされるとイライラしてしまうよね。だって私はこれしかできないもんと言いたいんだよね。そうやって今まで生きてきたね。大人の私はそれでとても困っているんだよ。自分のペースが遅すぎるのにそれを固くなに守ろうとするから周りの人に怒られるんだ。それなのにまだ自分のやり方が正しい、これ以上早くしたら失敗すると言い張ってやり方を変えない。困ったね。こんなことでは能力が上がらないよ。あなたは本当はそもそもやりたくないんだよね。だから遅いんだよね。今まではお母さんが何でもやってくれたのに、自分がやらないといけないと言われて腹を立ててやるもんかって思ったね。だからあなたはブレーキを目いっぱい踏んでアクセルを踏んでいるからとても遅いんだよ。心の中にはうるさいな、やってるからこれでいいでしょ、なんで私がそこまでやらないといけないのって文句がいっぱいあるよね。それを無理に早くさせられたらミスして、ほらあなたが早くやれって言うからミスしたと復讐しているよね。そのミスはあなたがわざとやってるんだよ。ミスしないで早くできてしまったら仕事が増えるって思っているよね。バカだね。だから能力が上がらなくて人生が面白くないんだよ。能力が低いだけじゃなく体の動きは遅いし動作ものっそりだからかっこ悪くて人付き合いもうまくいかない。困ったね。どうしようもないね。だからもういい加減抵抗するのはやめなさい。やるべきことを自分の仕事だと認識しなさい。自分だけ特別扱いしてもらおうとするのはやめなさい。こんなことに価値はどこにもないよね。自分から逃げようとするのはやめなさい。それはかっこ悪いことなんだよ。それよりも能力を高くして評価してもらう方がよっぽどいいよね。
もっと機敏に動きなさい。機敏に動くことや早く仕事を片付けることは損ではなくてとってもお得なんだよ。だってかっこよくなれて、誇らしくなって、自分がもっと好きになるね。自分が好きになるからもっと自分を幸せにしていいと思えるんだよ。そうすると人生はとても楽しくなるよ。その方がいいよね。大丈夫、今からでも間に合うよ。大人の自分がついているからね。できるよ、できる。あなたは本当は能力があるんだよ。さあ、キビキビと仕事をしよう。かっこいいあなたが大好きだよ。